はい、こんにちは、水くんです。今日はですね、伊勢中川の駅に来てます。で、伊勢中川の駅ね、ちょっとね、前回ね、伊勢中川の夕方のね、15分だけでもこんだけに電車が来ましたよみたいなね、動画が結構視聴回数が上がったんで、今日はね、朝ね、通勤ラッシュの時間帯のね、電車を取りに行きましたということでね、ちょっとね、撮ってみましょう。今ね、時間がね、8時10分ぐらいなんで、そこからね、ちょっと撮っていきたいと、ね、20分、30分ぐらいなんですけど、撮りたいなと思います。早速電車が来たんで、撮ってみましょう。お願いします。それでは撮ってみましょう。まあ、撮り鉄のスポットなんでね、撮り鉄のスポットでも十分いいと思うんですけど、ちょっとね、こう柵があるんでね、ちょっと撮りにくいところはあるんですけど、なかなかね、いいところだと思います。さあ、来ましたね。伊勢中川の駅にね、停車するやつばっかりなんで、やっぱりどうしても遅くなるんですよね。と、まあこんな感じですね。やっぱりどうしてもね、伊勢中川の駅に止まっちゃうんで、やっぱり遅くなりますよね。ここをね、高速で通過するような電車ないんでね、はい、通過するにしてもゆっくり通過する電車なんで、やっぱりどうしてもね、遅くなっちゃうんですけど、これはもう仕方ないんですけどね。はい、thank you。
あちょっと名古屋線の方にフォーカスを当ててみましょう。名古屋線をね撮るにはねこういう田んぼから撮るのもいいかなと思います。はい、田んぼから撮ってみるのもありかな。こういうところですね。朝なんでねすごい多いです。こういう感じでどうでしょうか。段落線で止まりそうな勢いですね。なるほど。さあということでね、ちょっとね違う場所にも行ってみましょう。はい、ここばっかりまでなんでちょっと違う場所行ってみます。もう一箇所だけ行ってみようと思います。ちょっとあれなんですけど、これ中村川っていうところなんですけど、中村川のところへ行きました。これトライアングル地帯のど真ん中です。こっち短絡線、大阪線で名古屋線があります。ちょっとね朝逆光になってるんでね、見にくいとは思うんですけど、そんなところ場所に来てます。ちょっと土手の上から撮っております。はい、でちょっとね日が逆光になってるんで名古屋線は撮りにくいかもしれません。これ太陽があるんでね。
ましたね。さあ短絡線入ります。はい、ということでですね、撮り鉄の、伊勢中川駅撮ってみました。まあね、本当ね、奈良とかね、大阪、名古屋とかと違ってね、やっぱり田舎なんで、気兼ねなく撮れます。はい。もしね、一度ね、やっぱりね、この伊勢中川というと、やっぱりこの大阪線、山田線、名古屋線、で、短絡線。ここがね、やっぱりね、つながってるところが魅力だと思うんですけどね、もしよかったらね、一度来てみてください。伊勢中川の駅降りてからすぐなんで、来やすい場所にあるんでね、はい、ぜひお越しください。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。いい場所ですよ。